ハッピーハロウィン。つまらないものだけどお菓子を用意したんだ。あ、もちろんいたずらも歓迎します。東京ディバンカーやっていきましょう。いや待ってた。しかもこんなハロウィンボイスあんだなんか思いのほかよくてちょっと一回聞いちゃったわさあストーリーやっていきましょう。今日から配信されましたエピソード10ですね。惨劇は紅茶とともに。確かね、前回亡霊者たちの楽園の時にフィーコがめちゃくちゃ断られてたじゃん。一緒にこう行こうぜって言った時にね、多分学園祭の準備してんじゃないかなと思うんですけど、じゃあやっていきましょう。第1話、真夜中の洋館、響く絶叫の主。うん、主。遊戯室。なんか執事の話ですか、これもしかして。こんなことに何の意味があるんだ。今スピーカーから音がうるせえな。あるけどな、こんなスピーカあーでも全然わかんないな、何なんだろうあれ。なんかシンプルにスピーカーがうるさい、なんか走ってきた、なんか襲ってきたってのは分かったよ。ただそれ以外何も分かりません。まあとりあえずなんか羊が絡んでんでしょ。最近裏でさ、その羊系のゲームやってるからもうごちゃごちゃになりそうだよ。あーやっと学祭が終わって昼休みゆっくり取れるようになったな。え、学祭終わったのえ、マジで、え、ふざけんなって。その学祭楽しみにしてたんだけど。今日は午後の授業もないし、早めに両親に戻ってのんびりしよう。いや、聞いてない。マジで聞いてない。久しぶりに感じる休息の気配に足取り軽く廊下を歩いていると。ん？ひ、何？チュルルルルルルンって何？突然ニュルッとした感触に肩をつかまれ、私は思わず間抜けな声を上げた。モービー先生ですか？僕大生！気持ち悪い？いいところにいました。ひひ、え、何ですか？モービー先生どうかしましたか？今ちょうど君にこれを渡すため、うん、ここないない放送そうそうをしようと思ってたんですよ今バグかなと思ったけど分かったわ。あ、一人でエコーやってくれたんですね。ここないない放送っていい先生だな。モービー先生が差し出した触手には緑豊かな風景の上に大きな文字が印刷されて一枚の紙がぶら下がってる。もう一個も読めねえ。これなんて書いてんすか。軽井沢でリゾートバイト、友達と一緒に応募も大歓迎。え、これ大丈夫なやつですか。その通り、うん、実はこのアルバイトを募集しているという軽井沢の屋敷がこの度新しく調査対象となりましてね。え、絶対闇バイトやめた方がいい。しかし、うん、少々遠出になってしまう関係で今回は一番暇そう一番信頼のおけるオブスキュアリの皆さんを派遣するよう、うん、議事長から直々にご指名があったのですよ。あ、オブスキュアリなんだ。あ、別にまたこうなんていうの、こうなんだっけ、ミックス舞台とかそんな感じじゃないんですか。それってつまり私も？はい、もちろん特待生には監査のため同行をお願いすることになります。リゾートバイトね。ですよね。しかもリゾートバイトってことは今回もオークションの時のように泊まり込みになるってことでしょうか。そうだね、あのオークションシノストラと同じような感じになるのか。嫌な予感がして恐る恐る尋ねるとモービー先生はぎくりと触手を揺らした。まあそうなる可能性は泣きにしもあらずですが。え、でも全然いいんじゃない。リゾートバイトってことはその場所なんでしょう。結構楽しめるんじゃない。そうだ、うん、今回の任務はおそらく潜入調査になりますからね。はい、このチラシに記載されているアルバイト代がそっくりそのまま君たちの懐に入るよう私の方で手配しましょう。あ、マジっすか。どうです、悪くない話でしょ。あ、もう確かに悪くない。興味はあります。妙にグイグイとお断りします。え、興味はあるけど、これ大丈夫、闇バイトとかじゃない。
え、お断り。すいませんが、今回お断りします。そんなことを言わずに、もう一度よく考えてみてください。はい、豊かな人生において、はい、お金は大事ですよ。あ、それは本当に同意しますけど、言ってみただけじゃないですか。断った場合どうなるのかなって。ほら、それに軽井沢といえば、うん、国内屈指の観光地。確かに。さらに、この福利厚生の部分をよく見てください、はい、軽井沢ではレアな無料の個室料、素敵な制服付き食事も3食支給なので、うん、お金が貯まりやすいこと受け合い、うん、本当この先生めんどくせえよな実際いたら私多分めっちゃ好きだけど、この先生はあ。なぜか必死に説明を続けるモービー先生に私は若干引きながらも小さくうなずいた。とにかく任務に行きながらリゾートまで楽しめるなど、うん、こんなチャンスはめったにありませんよ。まあ、確かにな。しかも衣食住と報酬までつく好待遇。日頃あの辛気臭い両者にこもりきりの3人もきっと喜ぶことでしょう。はい、どうぞはい、どうも。モービー先生いつの間にか持っていた調査指令書を私に押し付ける。うん、エドさんとルイさんはともかく確かにライカ君は喜んでくれるかも。あー、でもどうなんだろうね。リゾートってなると喜びそうな気もするけどね。エドさんもルイルイも、まあ、ライカは何にしろ喜ぶでしょそう思いながら受け取ると、モービー先生は返品不可と言わんばかりに素早く職種を引っ込めた。なるほど、リゾートバイトね。で、軽井沢になるんだ。ああ、まあ確かにいい場所。なんですか、東京ディバンコいつも遊んでいただきありがとうございます。引き続きゲームは楽しんでいただけてますか。はい。あえ、つけてなかったですっけ。つけた記憶があるんですけど。あ、じゃあ送信しときますね。あ、なんですかまあ送っときますね。はい、いいゲームですよ。ただね、広告さえどうにかすればって私は思ってるんですけどね。いいゲームだと思います。第2話、次の任務はリゾート地オブスキアリへの指名。オブスキアリ編か。じゃあそれでは、私は忙しいのでこれにて失礼しますよ。はい、ありがとうございます。その調査指令書は君から忘れずに渡しておいてくださいね。はい。あどっか行ったな。モービー先生はそう言うだけ言って、私に質疑応答の時間すら与えず上機嫌で去っていってしまった。うん、いつも通り拒否権はない感じか。まあ、リゾートバイトの話はしてたけど、結局何の調査があるの。消えていった休息の気配を惜しみながら再び廊下を歩き始めると、あ、また来た。そうだ、忘れていました。はい、うわ、こちらその任務の調査資料です。はい、ありがとうございます。二度手間になってしまうのも悪いですし、ついでに渡しておきましょう。あ、ありがたいです。当然ですが、今回の任務も栄冠賞を獲得するためにはオブスキュアリの全員で出動することが最低条件ですのでね。あ、そうなんだ。エドさん言ってくれるかな。はい、あとは頼みましたよ。びっくりした。それにしても学園の外、ましてや普段より遠出の任務なんて、どうやってエドさんを説得しよう。そうなんだよな。うん、ライカは多分何も言わずについてきてくれるんじゃん。行く行くって来てくれそうだし、ルイルイも頼み込めばしょうがないなって来てくれそうな感じするけど、エドさんがね、あーだこうだ言うんすよねなんかすぐにめんどくさいもんと始めるんですよね、あのおっさん。私は腕を組んでうねりつつ、今度こそウモビー先生が廊下を曲がるまで見送った、うん、うまくいきました。あ、なんかいらんこと企んでんのか。これで理事長から私への評価は回復し、下がった給料も元通りというわけです。さてと、ジョブジョブのクリスマスライブのチケ代を支払いに行きましょうかね。あ、出た、またジョブジョブ。これジョブジョブかな。わかんないな。あー高いね最後何今のくだりいるか。おい、ジョブジョブのくだり絶対いらないだろ。
ことをしたのライカ。なあスバ君。あ、スバ君。これいつまで待ってなきゃなんねえの。ああ、ショウ君のところ並んでるね。こうやって並んでればそのうち順番が来るから。それにしてもショウ君のキッチンカー最近はますます人気になっていくね。あ、そうなんだ。ダーリー、待ってる間に昼休みなくなっちまうじゃん。スバ君、あの車の中で飯作ってるショウってやつ友達なんだろ。俺らの飯先に作れって言ってきて。いらんことすんなって。いや多分スバルさんそういうの言っちゃ無理だろ、嫌いだろ。そんなズルはできないよ。それに友達ならなおさら迷惑をかけないようにしないと。いやそうですよね、多分言ったらしてくれると思うけど。めんどくせえ。この匂い。なんすか、木薯の匂いした。うん、本当にいい匂いだね。今日の日替わりランチはチーズホットドッグって書いてあったけど。え、スバルさん、うちのドッグどっか行きましたよ、多分。え、なんかスッて消えなかった、左側。って、ライカ君、どこ行くの？え、ドッグハウス？グッボイグッボイ、ハウスハウス。モービー先生と別れて校舎を出た私は、預かった書類とチラシを片手に一人中庭を歩いていた。部屋に戻る前にこのまま直接オブスキュアリに寄った方が早いかな。やっぱりだ。おい、お前すごいな、モクスンの匂い嗅いですぐに来てくれんだ。あ、ライカ君これからお昼ですか。え、めっちゃ懐いてんや。そう、今スバ君とキッチンカーに並んでた。並び直せよ。じゃ全然俺の番来ねえけど。あ、そうなんだ。並んでたってことは、え、追いかけてきちゃったの。え、並んでないと途中で列から抜けたらいけないよ。また最初から並ばなきゃじゃん。スバルさんまで追いかけちゃダメなの。花見さん、こんにちは。ああ、特待生さん、こんにちは。あ、こんにちは。ごめんね、お見苦しいところをお見せしちゃって。マジで見苦しかったぞ。いえ、ショークのキッチンカーここから見てもすごい行列ですね。抜けない方が良かったんじゃない。そうなんだ。だからできれば列から離れたくなかったんだけど。いや、そうですよね。ちらりとライカ君に横目を向ける。その、なんかすごいな、読めない。諦めた。なんかきらびやかっぽいよね。な仕草に、まるで伝統的なマイブを見ているかのような作法を起こしそうになる。やっぱこう、所作が美しいんだろうね。お前も昼飯か。いえ、今からちょうどオブスキュアリの両者に行こうと思ってたんです。俺らんとこに。なんで？バイトするよ。実はこれ、先ほどモービー先生からもらったチラシをライカ君に手渡す。ん？文字ばっかで意味わかんねえよ。スバ君、これなんて書いてあんの？何かのチラシだね。ライカ君の脇から手元を覗き込むと、鏡さんはあやめ色の目を丸くした。軽井沢でリゾートバイト？あ、そうなんです。そっか、まあ、確かに誰か連れてくなら一回保護者の了解を得なきゃいけないのか。あ、スバルさんが OK って言われた。なんかめっちゃそういうのうるさそうだな。バイトに関してめっちゃうるさそうだな、あの人。ライカコルト、アルバイトに志願する。ライカは行きたそうだけどな、多分。花見さんが読み上げたアルバイト募集のチラシを表題に、大河君の意見がピクリと反応する。おい、バイトって俺とこいつが前にバーでやったやつだろ。ああ、そう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 。いい社会経験になるってやつ。お前またそれやんの？あの特待生さん、ちょっと言いにくいんだけど。いや、あ、わかります、言いたいことはわかりますね。ちょっとバイトって不安ですよね。しかもこんな闇バイトっぽいものはもう不安でだと思うんですけど、いやでもやっぱり経験的必要かなと思うし、こう過干渉になりすぎるのもこうどうかなと思うし、ちょっとね、やっぱこう小離れ大事かなと思ってます。鏡さん申し訳なさそうな表情で身をかがめると、口元に背を添え私の横に一歩近づいた。うちの学園は外部でのアルバイトが禁止されてるんだ。え、だから、え、うっそ。あ、違うんです違うんです、うっそ。私は急いで持っていた調査指令書を鏡さんの前に差し出す。このリゾートバイト募集している別荘地が今度の調査対象らしくて、オブスキュアリの皆さんにその任務への調査指令が出たんです。あ、
だから今からこの調査指令書をブスキュアにも届けに行こうと思って。そうなんです、別に働きたいってわけじゃないんですよ。私奨学金もらってますし。なんだそういうことか。そうなんですね、ちょっとね、ごめんね、早とちりしてしまった。いや金なさそうっすもんね私そんな私こと説明不足ですみません、ごめんね。なあ任務って俺もこの写真のとこ行けんの？ライカ君がチラシに印刷された軽井沢の大自然を指さす。行きたいか自然。はい、そういうことです。今回は潜入調査になるそうなので、実際にはここに書かれているアルバイトをしながらって形になると思うんですけど。俺やる。あ、めっちゃ来たそう。早く行くぞこの軽井沢ってとこ。いやそうだよね、多分ライカは行きたいだろうなと思ってた。彼は食い気味にそう言って澄み切った黄色い瞳をキラキラと輝かせた。でも軽井沢なんて、うん、今回の任務は随分と遠いんだね。まあそうですよね。そういえばこの学園に来てからここまで移動距離があるのは初めてです。モービー先生も今回は遠出だから理事長近々に寮の指定があったって。別に銀河鉄道があれば距離なんか関係ねえだろ。どうなんだろう、行けんのかなそこまで。大学の言葉に鏡さんは真剣な面持ちで小さく頭を振る。そうとは言い切れないよ。安全性の観点からある程度の節度はある。基本的に僕たち学生が担当する任務は東京近郊の現場が主なはずだからね。それが長野のリゾート地の調査なんて、よっぽど怪異の関与が濃厚なのか、もしくは学園に何か企みがあるのか。まあ多分どっちもじゃないですか。確かに大丈夫ですよ、心配しすぎじゃ。まあ多分心配しすぎなとこはあるけどな。まあ確かに、だってもし何かがあった場合、長野でね、軽井沢で何かあった場合、学園側がすぐ何かこうしてくれんのかって言われたら、そこは保証できないとこありますよね。確かに確かに考えてみると不思議ですね、突然東京からこんなに離れるなんて。やっぱりそう思うよね、うん、学園の意図がわからない限り心配だよ。いやまあそれは今更っていうか。スバ君大丈夫だって。俺ビルばっかのとこよりそこみてえに木がいっぱいある方が慣れてるし。そうかもしれないけど。どこか腑に落ちない様子で鏡さんはそっと目を伏せた。心配なんだろうな、多分シンプルにライカが心配なんだと思う。ただそれ以前に実は今から解決しなきゃいけない問題もあるんですよね。問題？はい、このエドさんのことなんですけど、絶対ブー打れるでしょあいつ。はあ、隙間じじいなら毎日問題しかねえだろ。確かに。そう、そんなことは。でもエドさんって両者から出ることすら珍しいみたいですし、学園の外のましてや軽井沢での任務に来てくれるとは到底思えないんですよね。めんどくせえし、あんなやつ置いていけばよくね。でもオブスキュアリの寮で行けって言われたの。ライク君は機嫌そうに腕を組むと右足をしきりに揺すり始める。お、イライラしてきたな。でもそうすると寮の評価が下がって、栄冠者の獲得にも悪影響が。グッグッそうだぞライカ、グだぞ。それはダメだ、俺が何とかする。そういや否や、彼は威勢よく歩き始めた。ライカ君どこに？どっか行ったんすか？俺があのジジイに話つけるんだっつうの。行くぞ。え、いいの？え、ご飯食べないの？ライカ君は肩を怒らせながらオブスキュアリの方角へと向かっていく。え、今からですか？でもライカ君、鏡さんとお昼ご飯の途中じゃん。はい、いいんだ。え、特待生さん。言った方がいいし、しつけた方がいいっすよ。僕のことは気にしないで。え、ライカ君のフォローは頼みます。あいつのせいで列外れたのに。スバルさんだけもう一回並び直すんすか？え、言った方がいいっすよマジで。でも今の生活で経験できる一つ一つの出来事が彼の叶えたかった夢でもあるんだ。いや、うん、いや、まあ、そうなんすけど、うん、できれば君も手助けをしてあげてくれないかな。鏡さん、ライカに対して重すぎ。彼は穏やかに微笑むとライカ君の背中に優しい眼差しを送った。おい、何やってんだよ、早くしろ。じゃあ僕は翔くんのところに戻るね。新作のホットドッグ楽しみにしてたんだ。あ、そうだね。わかりました。それじゃあ鏡さん、またうちのホットドッグの方行くか。うん、また。手を振る鏡さんに頭を下げ、私は足早に大学の後を追った。あ、ホットドッグ勝手に行くな。え、なんすか？え、
いやもう意味深なことすんやめな思い当たる節ありじゃんあれ。やっぱこう学園側になんか不信感持ってんのかなの感じ。わかんないな、詳細不明、怪しすぎるアルバイト。あ、江戸さんだ、うん、いいよ。あ、いいの？へん、お前が何と言おうと今回は絶対に連れて行くって言ってるよ。って今なんつった？はあ、ん？いやこっちのセリフ。ん？だからいいよって。エドさんの予想外の返答に私とライブは思わず顔を見合わせる。え、来んの？みんなで行きたいんだろ。ええ、その軽井沢ってところに。それってエドさんも一緒に来てくれるってことですか？読んでいた調査資料をこちらに戻しながら、エドさんは人形のように整った目をニコリと細めた。うん、出自見習いおよびメイド見習いの募集。あ、経験不問で年齢も一切問わず。そうなんだ、出自見習いなんだ。交通費全額支給の3食まかない付き。しかも1勤務6泊7日の短期バイトで報酬は84万5000円。 え、1週間ぐらい働いて84万もらえるんですか？え、アジモラ行くわ。すごく面白そうじゃないえ、出自になる私。もし84万5000円、そんなことどこに書いて。ああ、なるほど。え、表向きには最低限の情報だけ載せといて連絡しないと詳細を教えてくれない系のやつね。え、闇バイトじゃんえ、やばいやばい、これ絶対ダメね。すぐそばでチラシを読んでいたルイスさんが納得したように声を上げる。え、絶対行かない方がいい。モクさん、これね、これ絶対教えちゃダメだよ。 LINE ID とかも教えちゃダメだよ。自分 の、 あの名前とか電話番号とか住所とか、そういうこと絶対教えちゃダメだからね。エドさんから返された資料に目を落とすと、そこには確かにチラシに書かれていない追加の条件が記されていた。王族部隊が問い合わせたところ、下記の通り破格の報酬を提示される。おい、でも84万5000円って安いの高いの？高いよ、いっぱいチュール買えるぞお前。高いですよ。安いんじゃわかりません。え、高いってないか、これ分かっか。ほんと、もちろん高いですよ。一般的なアルバイトの10倍以上です。ふーん、俺そんないっぱいの金見たことね。まあお前が持ってる金なんて多分ホットドッグ買いに行くぐらいの握りしめた小銭だろ。まあ1日実働8時間と仮定して、時給にしたら約1万5000円でしょ。え、やば。これが1人当たりの給料なら怪しいくらい高いね。え、そうだよね。ルイさんアプリを使った計算をしたのか、スマホを片手にわざとらしく肩をすくめた。それでこの任務に行けばもらった報酬はそのまま懐に入れていいんだろう。あ、うん、生きてはい、モービー先生はそう言ってましたけど。ちょっとエドさん、今さらお金なんか欲しがって何企んじゃってんの？いやね、ひいきにしてる配信者が最近動画にスパチャっていう制度を取り入れたんだやめろあ、でもまあまあ推しのためにお金欲しいって思っちゃった。俺しばらく自分の財産なんて持ってなかったじゃない。だからいくらか自由に使える金が欲しくてね。それにスパチャしたいんだ不意にエドさんと視線がぶつかる。なんすか、なんだろう。怪しい怒りを耐えとこしらえたシンクの瞳に動揺していると、そんな私を見透かすようにエドさんはいたずらっぽい笑みを浮かべた。日常から離れたバカンス先で男女が一つ屋根の下、寝食を共にするなんて、うん、何か間違いがあってもおかしくないだろう。まあスパチャ送るような人とは間違いは起きないっすって途中でこう言ってもいいのかなと思っちゃって、人言いよどんだっちゃ言ったけど言ったけどね。全部私も普段スパチャもらったりすることもあるから言っちゃダメなのかな間違い起こんねえよそんなやつとは最後はエドとライカのわがまま、不良長水木類の苦労。いや、また迷惑かけてんのか。は
は？間違いってなんだよ。異形に使用するライク君を尻目に、エドさんは椅子から立ち上がるとゆっくりこちらに近づいてきた。ソラも私の顔を覗き込むように身をかがめ、そっとつぶやく。ルイ君とライカ、君はどっちの男と夜を過ごす予定？個室って書いてませんでしたっけ？ルイルイかライカね、どういう意味？あー、問題起きるとしたらってことですか？あ、でもさ、どっちも私安全だとは思ってんすよね。まずルイルイが触れないから何も問題起きないじゃん。で、ライカも何も発情期来てないでしょ、この子今んとこ。まあ、多分大丈夫じゃないかな。でもなんかどっちと過ごしたいって言ったらライカと過ごしたいなっていう気が。ライカかな。ライカくんでしょうか。一応私彼の世話役なので。そうなんだ。うん。ライカも隅に置けないな。やっぱり君も若い男が好き？若い男っていうかね、ライカの分類としてはワンコなので別に男としてそんな見てないっていうか。それは、はい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 、密談タイム終了。そうやってすぐ特待生ちゃんにセクハラすんのやめてくれる？あ、これセクハラだったんですか。横から飛び込んできたルイさんの声に私はハッとして、エドさんから一歩離れた。セクハラだなんて大げさだな。俺は彼女をもっと知りたいだけなんだけど。自覚がない王子ほどすぐそういうこと言うんだよね。確かに。それに言っとくけど、俺ちゃんはやらないからね。え、こんな美味しいバイトなんて。え、やろうよ。そう言ってルイさん持っていたチラシを手の中で丸め、ポイッとゴミ箱に放り込む。え、やろうよ。ゴミ箱から拾って全部ね、まっすぐ伸ばしてます。あ、やろうよ。慌てライカ君はゴミ箱に飛びつくと捨てられたチラシを救出し、シワをぐしゃぐしゃと伸ばし始めた。ライカ、伸ばせ伸ばせ。おい、この金髪時頃。くそ、何すんだよ。何すんだよ。あのね、ワンコ君、世の中は美味しいだけの話なんてないの。こういう甘い誘いの裏には深い落とし穴が待ってるもんよ。は？落とし穴？つうか、そのワンコってのやめろ。ワンコワンコ、かわいいな、よちよち。やれやれと首を振るルイさんの隣で、ライト君は今にも噛みつかんばかりに苛立ちと牙をむき出しにする。さすがはルイ君、酸いも甘いも噛み分けてきただけあって身持ちが硬いね。それ嫌味のつもり？おい、さっきからお前ら意味わかんねえよ。ライカ、君にはまだ早いかな。となると今回は。え、エドさんが私の肩を撫でるように抱き寄せる。なんすか？俺たちだけでゆっくりと行楽地を楽しむとしようか。え、絶対嫌なんですけど。ちょい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 。特待生ちゃんは俺ちゃんと一緒に留守番に決まってるっしょ。一回閉じ切りますね。ごめんなさい。ナイトメアレイブね、後でやりますね。だってどの道彼女は行かなければならないんだろう。キクロスを探しに。あ、そうなんです。そうなんですよね、たまに忘れちゃうんですよね、こうキクロスの件をね。それ言い出すのさすがにずるくない？クロスの名前を聞いてルイさんは急速に言葉の勢いを失わせた。怪しいバイトであることは気になるけれど、少しでも手がかりを得たいことには違いなく、なんだか申し訳ない気持ちになってくる。ルイさん、すみません。ちょ、やだやだ、特待生ちゃん謝んないで。悪いのは全部呪いとこの王子だからな。お前ってずっと王子扱いされてんや、この人。俺は行く。そのキクロスってやつも絶対見つけてやる。ライカ君。うまいな、この人。二人きりじゃなくて残念だ。まあ、多分ルイル行かせるために言ってくれたんだろうな。まあ、一緒に行くかどうかはルイ君の判断に任せるよ。ただ万が一調査先で何かあった場合、俺とライカだけで彼女を守りきれるかは正直不安だな。は？こいつ一人守るくらい余裕だし。ああ、痛い痛い。最近ますます腰の調子が悪くてね。そうですね、腰の痛みでそんな青ざめるなんて。
ライカ君の不服の声すら響くと言いたげに、エドさんは腰をさすりながらヨタヨタと自分の部屋を戻っていった。もうおじじゃねえよ、おじいだよあいつ。ああもうそんなこと言われたら行くしかなくない。ルイさんはついに観念したのか、大きなため息を一つついて頭を抱える。うん、そうしてくれると助かるよ。助かるよ。君がいないと俺も心細いからね。別に金髪ジゴロが来なくても大丈夫だっつうの。ルイさん重ね重ねすみません。だから特待生ちゃんは気にしないで、最悪やばいことになったらこの人たち置いて二人で帰ってくればいいし。じゃ俺準備してくっからまた後で集合な。え、早速行くの？で、ちょい待ちちょい待ち。なんで止めんだよ。まずはこのバイト先に応募して正式に雇ってもらわなきゃでしょ。ああ、その前に調査指令書にサインしてモービー先生に戻さないと。それから本当ルイルイってさ、お世話上手よね。なんていうか、特に手かかる2人ここにいるからさ、いやな、かわいそうだなと思うけど、変わらないでいてほしいな、ここの関係性。あ、私手伝います。マジ特待生ちゃんありがとう。いつの間にか任務に出発するまでの段取りにも慣れてきた私は、頭の中で調査に必要そうな準備を思案する。めんどくせえ。よくわかんねえけど早く終わらせろよそれ。本当に人間の作ったルールというものはいちいち無形でくだらないね。お前らのためにやってんの。ほんとあの二人はよ。旅行前夜、ルイのバーにて。お、前夜祭っすか。軽井沢の別荘で執事とメイドの募集ね。そうなんす。どうせろくでもない奴らのしのぎか。悪趣味な金持ちの道楽だろ。いやですよね、私もそう思います正直。いわゆる裏バイトいうやつじゃな。そうですそうです、最近テレビでよくやってますもんね。あ、フィーコのこと縛っちゃおうかな。報酬だけ見りゃうちの予算にもらいてくれじゃが、怪しい匂いがプンプンしよる。そんなとこに特待生と新入り連れてくなんて、ほんまに大丈夫な。俺ちゃんもそう思ったんだけどね、珍しくうちの棟梁が行くって言い出してさ。それにバイト応募すんのに早速電話してみたら意外とちゃんとしてるっていうか。まあそうなんだな、表向き自体は人手が足りないとかで明日には面接に来てほしいって話がどんどん進んじゃって。バカ言ってんじゃないよ。これから人を騙そうってやつが分かりやすく隙を見せるわけないだろ。まったく、これだから素人は。人騙す側ですもんね、フィーコは。ルイはお人よしじゃからの。ま、何事も経験じゃけ。いっぺん痛い目見よった方があの子らにとっても勉強になるじゃろ。二人とも相変わらずスパルタだよね。っていうかハロリン、今日全然飲んでなくない？あ、飲んでないですか。もしかしてまたどっか調子悪いけ？え、しんどいの？なあ、ちゃうちゃう、今日はこの後まだ仕事が残っとるけ、じーっと息抜きに来ただけじゃん。あんたもいつまであんな土臭いとこで動物園ごっこしてるつもり？あいつらもう取り調べも終わって上からの処分待ちなんだろ。え、あいつらってなんすか？あいつらってことは何人かってこと？え、誰のこと言ってるの？え、ほんまに？そりゃ知らんかったわ。呆れた。あんたが動かなきゃあいつら一生シャバに出られないんじゃないの？まあその辺のことはエリアスの兄貴が何とかしてくれるじゃろ。エリアスの兄貴誰？ルイ、もう一杯。もっとちゃんと喋れよ。え、何急にその身内話すん？本当やめて。はいはい、どうぞ。とりま、そんなわけでさ、明日からお店は臨時休業だから二人とも間違えて来ちゃわないように気をつけてね。おめえこないだも学祭やら片付けやらでずっと店閉めよったじゃろ。ここが空いとらんとわしはどこで羽伸ばしやええんじゃ。なあ、もうそれ思い出させないでよ。俺ちゃん
学祭参加したこと絶賛公開中。あ、そうなんだ。しばらくあんたたちのアホ面見ずに済むなんて SSS よ。あ、わかります。せいせいするですね。あ、 SSS？ はい、せいせいです。せいせいするかな。どうかな。おい金髪、地下にある樽の中全部混ぜ終わったぞ。あ、ちゃんと働いてんやん。ああ、お疲れちゃん、今確認行くね。へえ、こっちの新入りはなんじゃかんじゃ働きもんで羨ましいの。そうっすね、ライカとレンね。そう考えるとまあ確かにライカの方が働きもんかな。うん、できないなりにね、いっぱい頑張ってくれるもんな、ライキは。ライカはね、レンはね、ちょっとね。そんなに忙しいならあの犬頃一晩借りたら。ああ、それはええのええの。これ以上チビども増やしよったらやきもち焼くんがおるからの。ふん、ま、今は何でも新鮮で楽しい時期なんだろう。そのうち嫌でも期待と現実のギャップにぶち当たるさ。なんかすごい意味深なことばっかり言ってた気がするな。なんか相良さん自体周りの人間の話が強かったけど、あれかな、なんか一回言ってたじゃん、新庄律が話し出した時に限界シオンっていうキャラクターがいたけど、その話なのかなと思うけどね。でもその名前で なかったもんね。エリオスみたいなこと言ってたか。第7話軽井沢への出発、ライカ初めての旅行。いいな、ワクワクしてんのか。すっげー、かっけー。すごいね、何この電車、かっけー。翌朝オブスキュアリの3人と私は新幹線の中にいた。え、私の知ってる新幹線とちょっと違う、おしゃれなんですけど。東京駅から白鷹に乗り、これから軽井沢へと向かうことになっているのだ。白鷹？こういう普通の交通機関を使うのも久しぶりだから逆に新鮮な感じするな。おい、この椅子もう座っていいのか。もう座ろう、ライカ一緒に座ろうな。あ、大丈夫ですよ。この車両私たちの貸し切りになってるそうなので座席は自由に使えるはずです。あ、貸し切りなんだ。じゃあ俺ここにする。お、どこ行ったの。窓際派じゃん。ライカ君、靴履いたまま座席に乗らないでよ、汚れるから。なこと言われなくても分かってる。いいよな、窓席、ま、窓際席いいよな。はあ、ルイ君、今回はどうしてわざわざ人間用の乗り物を使うんだい。それにこんなに早い時間から活動を始めるなんて聞いてないんだけど。イラついてますよ。しょうがないっしょ。今回行く軽井沢には銀河鉄道の駅がないんだから。ああ、なるほど。学園のお金で一両貸し切りにしてもらっただけでも十分贅沢だと思うけどね。いや、まあ確かに結構いい電車だと思うし、貸し切りにしてもらったんだぞ。東京の都心から離れれば駅の数は減るって聞いてたけど、ない場合もあるんだな。ほら江戸さん、もっとシャキッとして、まずは全員面接に受からないと潜入調査できないんだからね。あ、そっか、面接あんのか。あのルイさん、銀河鉄道の駅ってもしかして東京近郊にしかないんですか。そうそう、基本的にはね。うん、人に害がある系の怪異事件って大抵人口の多い都市部で発生するらしくてさ。あ、そうなんだ。でもなんか心霊現象とかのイメージってさ、やっぱこう田舎のイメージあったわ、勝手にだけど。こう人があんまりいないっていうとこ。特に俺らが担当するのは主に学園近くの現場なんだよね。へえ。ほら、グールっつっても一応は学生じゃん。安全への配慮ってやつらしいよ。なるほど。そういえば昨日鏡さんも同じ説明してくれたな。いつまでもそうのんきに構えてられないと思うけど、いつの間にかリクライニングを倒し座席で寝ていた江戸さんが目を閉じたまま会話に入ってくる。今まで群衆に紛れていた類の怪異が在所でもちらほら現れるようになったから、明らかに学園の対応が遅れてるだけさ。お、それモービー先生も言ってたわ。だから銀河鉄道の駅の新設が間に合ってないとかなんとか。電話ですよ。誰ですか。電車内で、電話じゃないな、あれか、発車しますですか。
その時新幹線内に発車のチャイムが鳴り、私慌ててライトの隣へ腰掛けた。ああ出発か。でもなんか、まあ、確かに今までの調査自体は全部東京近郊で、まあオークションの時にねかろうじて横浜には行ったけど、どうなんだろう、なんかそんな都会のイメージないんだよな怪奇現象って。まあ人がいっぱい集まるから、それこそなんて言うんだろう、今までこう怨念っていうよりかは、こう人が集まったがゆえに起きてしまった心霊現象が多かったじゃん。まあその SNS だとかタケルみたいなね、でオークションみたいなところのこう人々の欲望が集まってしまうものとかから生まれてきたものって、確かに都会でしか起こり得ない怪現象なのかなっていう気はしたんだけど、もうちょい行っちゃおうかな。では事件概要、作戦会議超特急。ビビった、急にでけえ音出すなよ。ライカ超楽しそうでいいな。つーかどんどん速くなってくぞ。おい外見てみろよ。楽しそう。本当ですね、目的地の軽井沢まできっとあっという間ですよ。大和の景色はホームから人々が活動始めたばかりの朝の東京と急速に変わっていく。いや僕そう、可愛い私服、あそういう感じなんだ。なんか一番最初にさこう迷い込んでしまった時、本当にシンプルな T シャツでパンツみたいな感じだったから、これちょっとおしゃれしてるボックス珍しいな、可愛いなお前。ま、銀河鉄道が使えないおかげでワンコくんは楽しめてるみたいだし、たまにはのんきに小旅行気分も悪くないんじゃない。確かに。おや、ルイくんの口からそんな言葉が聞けるなんて意外だね。家族ごっこがしたいなら言ってくれればいつでも付き合うよ。家族ごっこするか、誰がお父さんでって決めるか。ゲロゲロ。冗談でもやめてよ。気持ち悪い。やなんだ、百お母さんキャラなのに。残念、君とはいいパートナーになれると思ってたのにな。あ、じゃあここはお父さんとお母さんね。レーバーと思い出し、私は自分の手荷物から調査資料を取り出した。時間もありますし、今のうちに今回の任務の作戦を把握しておきたいんですけど。あ、したい。結局今回の会議って何なの。ああ、そうだね、エドさんもライカ君もどうせ資料ちゃんと読んでないっしょ。改めて作戦会議といきますか。なぜか通路に立ちっぱなしでいたルイさんを、私たちと反対側の座席に座る。なんで立ちっぱなの。ライカ君は相変わらず窓の外に夢中だが、ひとまず私は事前情報の確認から始めた。今回は軽井沢にある個人所有の屋敷への潜入調査ですね。最近都内の繁華街などで一部の通行人にチラシが配られているそうです。一部なのか。なぜか詳細が書かれていない奇妙なアルバイト募集の紙です。現物は昨日みんな見たよね。表向きいいことばっか書いてたっしょ。うん。実態は問い合わせるとやたら高額報酬で煽ってくる、いわゆる裏バイトってやつ。なるほど。でもチラシにすんのは珍しいよな、 SNS とか使うわけじゃなく。執事見習いおよびメイド見習いの募集、経験不問で年齢も一切問わず。窓の外を見ていたはずのライカ君が突然資料の内容を口にする。交通費全額支給の3食まかない付き、しかも1勤務6泊7日の短期バイトで報酬は84万5000円だっけ。お、えらい覚えてたのか。あ、合ってます、ライカ君それ全部覚えたんですか、えらいね。は、別に普通だろ。そんなことより覚えるの得意なのかな。その裏バイトってやつ頑張ったら俺もいっぱい金もらえんだよならしいよ。でもまあまずは採用面接に受からなきゃだけどね。バイトもいいけど、あくまでこれは任務だってこと忘れないでよね。だから言われなくてもわってるっつーの。ライカ君は座席に膝立ちすると手もたれから身を乗り出し、少し離れた席にいるルイさんに言い返した。かわいいな、ちゃんと座れよ。騒がしいな。ライカ、もう少し静かにしてくれる。おかしい。お前はなんで寝てんだよ。作戦会議中だぞ。
起きろ。起きてる起きてる。どうぞ続けて。今回の調査対象はその個人所有の屋敷と雇い主ってことで合ってますか？うんうん、そんな感じ。こういう異様に高額な裏バイトって犯罪が絡んでる可能性もそうなんだけどさ、たまに怪異が関与しちゃってることがあるんよね。あ、そうなんだ。単なる犯罪絡みなら俺らの管轄じゃないし、なるはやで撤退&学園に報告で任務終了。ただこれがもし怪異絡みの案件なら、そいつをぶっ飛ばせばいいんだな。え？えじゃねえし。あーでもまあ、ぶっ飛ばす討伐になっちゃうのかな。逼迫したいんだよな。調査に向けて三者三様のスタンス。まあ、ここってさ、オブスキュアリって基本的にみんなそれぞれのキャラクターはいいし優しい人なのはわかるんだけど、どうしてもね、こう集まるとこうめんどくさいことが起こってしまうというか、ここもまた特殊な量なんですよね。じゃあこっからまた次回やっていきましょう。さあちょっとエドさん引かせていただこうかな。このエドさん欲しいよな。なんかやっぱしばらくこうストーリー待ちの時はさ、ダイヤ溜まっていくんだけど、どうしてもね、こういうね、もういいって。実況の時にやっぱこう回したいなっていう感じがするので、いや、最近単発も出なくなってきてますよね。ほんと、そろそろこう、テコ入れ的な感じでね、こう、いいキャラ引きたいなと思うんですけど、違うんだ。確かお前だけど違うんだ。違うんだわ。ちょっとラスト一回だけ引いていいですか。すっごい。